パラダイスはアメリカ合衆国ネバダ州クラーク郡のラスベガス都市圏に位置する国勢調査指定地域である。ラスベガス市のすぐ南の未編入で都市化された地域にある多くの CDP の一つである。2000年国勢調査で人口は186,070人だったが2010年では223,167人と20%増加した。クラーク郡の未編入地として クラークグ委員会が統治している。パラダイスにはマッカラン国際空港、ネバダ大学ラスベガス港、及びラスベガスの大通りであるラスベガスストリップの大半が入っており、シーザーズパレス、パームスカジノリゾート及び MGM グランド、ラスベガスなどよく知られたカジノホテルが並んでいる。このためにラスベガス地区を訪れる観光客の多くは、実際にはラスベガス市ではなく、 パラダイスで、その時間の大半を過ごしていることになる。ただし、パラダイスは、郵便用住所としては使われていないので、比較的知られていないままである。アメリカ合衆国郵便公社はパラダイスを含む、地域の ZIP コードの地名として、ラスベガスを使っている。パラダイスを編入して、姿勢を敷いたとすれば、ネバダ州では、人口で、第5位の都市になる。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は47.1平方マイルであり、すべて陸地である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。パラダイスの地区は、クラーク軍教育学区が学校を運営している。ありがとうございます。